おはようございます。コロナ退散アマビエ社長でございます。キラーンみたいなですね、すいません画像処理はありませんみたいなですね、はい、まあ、こうメガネとかピカって光るとかっこいいわってですね、まあ、それはともかくとしてですね、はい、実はですね今日熊本日日新聞に広告が入りました。11面真面目な教育の面ですね。ありがとうございます。教育の面ですね。はい、これは真面目にちょっとプレスケちゃんもいいよ。プレスケちゃんも熊日のプレスケちゃんでございます。はい、タウンバケット横が5センチ高さが6センチ、日本で一番小さい娘の幸福だとは思いますが、はい、一生懸命頑張っておりますので一つよろしくお願い申し上げます。それとですね、今日の夕方というか、まあ今日はまあ暗いでしょうから夕方と言うときましょう。3時からですね、3時50分からですね、水戸黄門、もうビニール袋取っときましょうかね。ビニール袋、ビニボンになってビニボンに、ところですね、ビニボンで思い出したんですよ。昔はビニボンってあったなみたいな、昭和の家じゃすぐそこに食いつくみたいなですね、でもビニボンじゃ高田家おじさん買っちゃわなかったですよね。高級品だったよ、高級品。私たち神社の後ろに落ちとったエロ本場ですね。みんなで中学校の時持って帰ってみんなで見よってですよ。先生から怒られてですね。三角形のこう、あれがあるじゃないですか。これなんか三角形の大きい定規で、あれでパカーって角で打たれてですね。先生、平たいところで角はやめてみたいなですね。まあそういう時代でございました。何の話だ。はい。お仕事の方に戻したいと思います。はい。RKK 水戸黄門、今日のですね夕方の3時50分からですね、テレビショッピング、金箔が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器の技術を生かした天然漆の手塗り仕上げ、素晴らしいお仏壇でございますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、じゃあ終わり。はい、今日は奇跡的には雨止んでますもんね。さっきは普通ですけどね、もう本当よかった。このビニール袋もビニボンもですね、ないないしてですね、ビニール袋もないないみたいな、しもた、このアマビエちゃんが濡れてもた。はい。さあ、じゃあ今日もですね、今日はなんちゃったっけ、今日は18ですか、6月の18日、黙々の木曜日、夜8時まで、ナイター営業、いつものお約束。今日も元気に営業中。はい。電話はですね、年中無休、24時間受付、真夜中でも対応します。お仏壇、おかもりご、おこはもりごとに、一番大事なところで勘弁はな、もうあかんわな。はい、お仏壇、お困りごと、何でもお電話ください。よろしくお願い申し上げます。はい、じゃあ今日も一日頑張ります。